Everybody join us! お祭り!よいしょこい!アフターアース!お祭り!ラストコール!お祭り!ヘイ!みなさまありがとう!司会は私、シエノ!ここで踊れでした。この後続いてお子様お待ちかねのヒーローショー、変身超人忍者ジャンです。忍者ジャン、忍者ジャンが来るって。やったー、ヒーローショーか。僕も好きだったな。どれどれ、忍者ジャンと。変身超人忍者じゃん。冴えない超人のスズメ人形。しかしてその正体は、悪いお侍から民衆を守るヒーロー忍者じゃんなのであった。ああ、これは絶対好きなやつだ。でも何なんだろうな、この状況。眼下にはショーの舞台、居心地のいいバルコニー席。そう、ここはきらびやかなショーホールではなく。皆様、シートベルト着用のお願いでございます。ちょうどショーの区切りが良いようで、乱気流も空気を読みましたね。そう、機内アナウンスに沸き立つこの場所は、驚くべきことに空の上だ。ショー本格的だったわね。さすが御神楽エアライン。三神楽島に着いたらもっとすごいのいくらでも見られるよ。皆様、機長のチャック・フジでございます。当機はあと10分ほどで気流の悪いところに入ります。お手洗いなどはお早めに。隣の席の男はずっと不在だ。意外な理由でじっとしていられないらしい。どこに行ったんだろう。そろそろ戻ってこないと揺れ始めるぞ。アーロン、1階に来てたんだな。上から見えたよ。アナウンス聞いただろ、早く席に着かないと。俺はこのままぶらつく。ダメだって、2階に戻ってシートベルト。ふざけたこと抜かすな。シートベルトだ、うるさんくせえ鉄の塊なんぞに体を任せきってたまるかよ。この通り、大泥棒は航空機が大の苦手らしい。なんで俺がこんなガラクタに乗らなきゃならねえんだ、クソが。なんでって。君が看守からこのチケットを盗んだからだよ。ぜえ、あの豚、余計なもんつかませやがって。すがすがしいほどのイチャモンだ。そこに、ふざけた場所だぜ。まあ、ある意味では同感だ。こんな航空機聞いたことないよな。最新型の飛行船で高度も速度も飛行機に迫る。それはいいとして、問題は機内構造。まるでショーホールだ。2階は VIP 専用のバルコニー席、
1階はエコノミークラス用の一般席。斬新な作りだけど、安全は担保されてるんだろうか。うわっ、乱気流か。死ねえ。揺れよりこいつの機嫌の方が心配だよ。鍵爪が出ない分まだ安全か。手荷物検査で引っかかって預けちゃったもんな。お客様方、お立ちになっていると危険です。この辺りの席は空いておりますので、ひとまずお座りくださいませ。あ、はい、すみません。ほら、アーロンも。結構揺れるな。ユリ、大丈夫？え、いない？うわー！怖いよー！大丈夫、大丈夫。シートベルトしてれば危なくないから。うわー！あー、テス、テス。みんな、泣かないんだよ。待ちくたびれちゃったが、ごめんな。おじさんね、キュッとやって気持ちよく寝ちゃってたのね。さて、もう出るぞ。今出るぞっと。着替えてる暇ないな、こりゃ。お、なんだ。はい、じゃあ子供もそうじゃないのも舞台に注目。光あるところに闇あり。映画の影には忍びあり。まあ、続くセリフは飛んじゃったんだけどね。肝心なのは名乗りってことでね。我こそは忍者さん。あ、噛んだ。忍者ちゃんじゃないじゃん。ありゃ、テーマ曲はお預け。敵のお侍役はお休み。なあ、アーロン。敵の侍役やってあげたら。このままじゃあの人大恥かくぞ。知らねえわ。そう思うならてめえがやれ。僕じゃ迫力不足だよ。その点君は惚れ惚れするほどの悪人が、うん、まだつまらねえやつをやっちまった。絶対ハマり役だぞ、アーロン。ありゃ、なんかグラグラするな。酒が抜けてないのかな。バカ、乱気流よ。早くこっちへ降りてきて。いえ、危険ですので一旦こちらのお席へ。参ったな、可愛い子ちゃんたちから同時にお誘いか。テレテレ。母さん、お母さん。ユリ、今の声ユリよ。ユリ、どこにいるの。ユリ、私どもが探してまいります。どうかお席でお待ちを。迷子か、こんな揺れの中で。かわいそうに。座席にいないなら居場所は限られてきそうだよな。何か周りに手がかりはないか。よく見るんだ。何か書いてあるみたいだけど、この距離じゃ読めないな。俺には読める。教えてやるから、この揺れを止めろ。無茶な。機内食のおかずあたりで手を打ってくれ。ぜユリだよ。縦看板だ。
ここからでもかろうじて読めるぞ。換気&自動清掃中ご利用になれません。入るとベルが鳴りますのでご注意ください。女性用トイレだ。扉が少し開いてるな。僕たちの本来の座席、2階の VIP 席につながる階段だ。階段だって？なんだ？前の席の人が突然振り返ったぞ。階段だって？本当かい？断定できるかい？え？階段だって？本当かい？断定できるかい？あなた、しょうもないダジャレ言ってる場合じゃないでしょ。すまん、さっきそこの舞台でお笑いやっててな、ジョージ・スベールとかいう芸人が何遍も同じネタを言うもんだから頭に焼き付いちまって。君は寝てたけど、というかつまらなすぎてほとんどの人が寝てたけど。僕もそのネタ記憶にないな。寝たんだろうな。で、今はしょうもないダジャレに関わってる場合じゃないぞ。女の子の鳴き声だ。思った音だけどそう遠くはない。この階にいるんじゃないか。男性用トイレだ。扉は閉まってるな。女の子の居場所、見当がつきそうだぞ。手がかりを踏まえて考えると、女の子の居場所は、1階男性用トイレだ。男性は？ああ、まず鳴き声の音量から考えて他の階にいるとは考えにくい。でもこの階の女性用トイレは清掃中、誰か入ったらベルが鳴っているはずだ。決め手はユリと書かれたハンカチが落ちている場所。きっと女性用トイレが使えなかったからやむなく男性用の方に行ったんだろう。ちぇ、何癖つける隙くらい残しとけや。別の方法で嘘を晴らしてくれ。 CA さん、そこの男性用トイレを調べてください。男性用？かしこまりました。ユリちゃん、ここなの？開かないよ。中にいる。大丈夫、今開けるよ。マスターキーが効かないぞ。この揺れで何か挟まってしまったとか。またでかい揺れが。ユリ！何か僕にできることは。あの手のドアは力ずくじゃ破れそうにない。どうすれば。お願い、ユリのところに行かせて。お母さん、ユリ上だよ。え？上って…お？あれって舞台にいた忍者の人だよな。トイレは開いてないのにどうやって。このおじちゃんが天井から来た。天井？じゃあまさかダクトを通って。あんな狭いところ、子供ならともかく。はい、下ろすよ。母ちゃんに抱っこしてもらいな。どうして言うこと聞けないの。お母さん、マサ。ユリちゃんさ、ちっこいのに一人でトイレ行くなんてすごいね。おじさん、君くらいの時はまだおむつしてたよ。でもさっきユリちゃんが怖かったのと同じくらい、
母ちゃんも怖かったんじゃない？ゆりちゃんが怪我しちゃったらどうしようってね。忍者ジャンでよろしくどうぞ。おお、拍手しよう。忍者さんすごい。そうだ、お手柄だぞ忍者さん。いやー、どうもどうも。今晩おじさんとランデブーしてもいいよって人はそのまま拍手。しか拍手してないぞ。は？すごく見られてる。ランデブーストーリーは突然に、この日この時この場所で出会っちゃいましたもんね。でも僕ちょっと心の準備が。ごめん、そうだよね、突然ランデブーなんて性急すぎるよね。じゃあそのお友達から。あ、はい、よろしく。アホしかいねえ。 あと皆さんね、忍者ジャンで配給元に怒られちゃうからさ。だって忍者ジャンはそんな服じゃないもん、忍者消毒だもん。ごめんごめん、おじさん慌てて出てきたから着替える暇なくてさ。着替えたってダメだよ、だって忍者ジャンはもっと背が高いんだから。顔だってもっとかっこいいもんね。それ言っちゃう？ヒーローショーなんだからこんなもんだって。なんでもいいですから、一刻も早くお座りください忍者さん。